誰ですか？私よ、マリサ。なんだ霊夢か。びっくりしたぜ。今日は一人で見ると眠れなくなる恐怖映像心霊写真9選パート2よ。おお、それはこの前始まった新シリーズじゃないか。確か終電の写真にカローマルしてしまった客が乗ってたやつな。もうあんな怖いのはないだろうな。大丈夫よ。今回もいい感じの怖いすぎる映像と写真をドバッと用意したわ。ドバッといかなくていいんだぜ。ちょろっと手加減してほしいんだぜ。ふふ。それでは今日も最後まで、ゆっくりしていってね。最初は恐怖映像よ。これはロシアのプーチン大統領とベネズエラの大統領が会談した時に撮られたものなの。ええ、なんか規模が大きいな。国同士の外交とかそういう規模のニュースってことか。そうなの。これもニュースで流れてから、視聴者がこれはなんだと騒ぎになった映像なの。まさかだよな。大事な話の途中で他に焦点を奪われていたなんてな。そうね。ともかく一回見てみて。では流してみるわ。短いな。これよくニュースで見るやつだよな。とてもこの中に何か映ってるようには見えないんだがな。一見普通の階段に見えるの。ただこれは二人の背景の間に暖炉のようなものがあるわよね。ああ確かにあったな。暖炉ではないかもしれないが、暖炉風のものが。そう、そこに注目してほしいの。よし、暖炉だな。わかったぜ。それではもう一度そこを流してみるわ。うわわ、なんか上から降りてきているよな。白い手のようなものが。そうなの。これをネットでは触手が伸びているという人もいるわ。触手ってエイリアン的なものか。まあその発想は海外っぽいけどな。それでこれは一体何だったんだ？気になるところよね。これは未だに謎のままなの。あえて言うなら記者たちの照明やカメラ器具が何かに反射した可能性はあるかもしれないけどね。そうではなかった場合、霊的なものの可能性もあるわね。霊的なものって、こんな風に暖炉の上から手を伸ばしてくるものって、あっわかっちまったかもしれないんだぜ。わかったって？なんだというの？あれだ。サンタクロース。違うわ。くだらないことを言って、怖さを紛らわせようとしているわね。それマリサの悪い癖よ。もう冗談くらい言わせてくれだぜ。嘘なんだぜ。次はこの写真よ。これは投稿者が地域の図書館に行って資料を探している時に撮ったそうよ。図書館で撮影していいんだったか？まあそういう事情もあるか。一見普通の図書館に見えるんだがな。何がおかしいんだろうか。これは本棚に注目してほしいの。画面右側の棚に何か見えてこない？どこだろうか。右側。わかってしまったぜ。子供の顔がこんな棚の中になんて。そう、そこなの。拡大してみるわ。すごいくっきり子供の顔じゃないか。本当に隙間に子供が入ってたんじゃないのか。よく見て。この顔は棚のほんの隙間に首だけの状態であるの。向こう側も棚だから人が入ったということはありえないわ。やはりそうか。なんで図書館に子供の霊がいるんだろうな。図書館ってちょっと暗いから出そうではあるが。実はこの施設が建てられる前、ここにはいくつかの一戸建てがあったんだけど、その中の一つが火事で全焼しているの。火事で全焼。じゃあ中にいた人が犠牲になってしまったのか？そうなの。その時は深夜だったために、逃げ遅れて、一家全員が小丸してしまったらしいわ。それに以前からこの図書館で一家の霊が出るという噂が立っていたらしいの。この子も火事の犠牲者ね、きっと。そうか。あどけないというか、まだ自分の置かれている状況に気づいていないようにも見えるしな。家族全員で早く上丸してくれることを願うんだぜ。次は TikTok から恐怖映像を紹介するわ。TikTok か。短い動画多いけど、インパクトあるんだよな。そうね。これに関しては、韓国で広まった動画なの。韓国のあるアーケードでダンスを踊る少女を撮ったものね。ああこの子か。こんなところで堂々と一人で踊るなんてすごいよな。私は無理なんだぜ。まあ確かにすごいわね。それでこの時点でおかしなものが映ってるわ。ええ？この写真にすでにあるって？ちょっとわからないんだぜ。そうね。それでは流してみるわ。
なんかいたな。アーケードの屋根の柱に誰かが捕まっていたんだが。そうね。これに関しては日本人で驚く人が多かったそうなの。人がありえない場所にいるってね。いや人だよな。どう見ても人が寝ているような形なんだぜ。もしかして本当にこんなところに人がいたんじゃないのか？実は TikTok のコメント欄で、ここに怠け者のぬいぐるみがあるってことが判明したわ。怠け者だって？じゃあそこにずっと置いてあるただのぬいぐるみだってのか？そうね。おいおいそれのどこが怖いんだぜ。いくら怖がりの私でもそんな子供騙しみたいなネタは許せないんだぜ。ごめんごめん。たまにはこういうのもいいかと思ってね。それではここからは茶番はなしよ。物本一本勝負ね。なんか火をつけちまった気がするんだぜ。あんまり張り切りすぎなくて大丈夫なんだぜ。これは投稿者が友人とボウリング場に行った時に撮った写真にヤバいものが映り込んでしまったの。ヤバいものか。ちょっともうすでにわかってしまったかもしれないんだぜ。この男性の後ろに女性いるよな。なんか影が薄いっていうか、ちょっと透けてないか？そうなの。その女性の部分を拡大してみるね。やはり透けているんだぜ。顔色もとても生きている女性には見えないんだぜ。そうね。これは調べてみると悲しいエピソードがこのボウリング場で起きたことがわかったわ。悲しいエピソード？そうなの。このボウリング場で随分昔に、女性が誘拐されるという事件が起きたそうよ。何でも一緒に来た友人たちが目を離した隙に女性が何者かの集団に誘拐されたらしいの。後日山中で発見された女性はすでに息をしていなかったわ。なんだそのむごい事件は。そんなことがあったのか。じゃあもしかしてこの女性は、その時一緒に来た友人を探してたりするんだろうか。きっとそうだと思うわ。むごい事件で亡くなった例はなかなか定まるしないというからね。そうか。悲しいけどな。私はこのボウリング場絶対行きたくないんだぜ。次はこの写真よ。河原で女性3人を記念に撮影した時のものね。女性3人って、ちょっともやが強くて、見えにくいんだが。もや？いやもやかかってるだろ。だから3人の女性たちがこんなに見えにくいんじゃないか。そうまさにそのもやが、恐ろしいものを形作っているわ。そうなのか。もやの形。うわわ。もしかしてこれ全体が顔になってないか？そうなの。もう画面全体が大きな女性の顔ね。これは専門家に言わせれば。この付近で丸されて亡くなった女性の自爆霊らしいの。この場所でか。なんでこんな場所で丸されたんだろう。男女のもつれだろうか。詳しくは不明なんだけど、女性は自分を丸めた人物に強い恨みを抱きながら亡くなったそうよ。そうか。この三人のところに出るということは、この三人に何か影響があるんじゃないか。それはないそうなの。ただ私はここにいるというアピールをしているそうなの。アピールか。それはもう十分すぎるほどだよな。この地でまだ浮かばれないままなことを訴えているわけだな。そうね。本当はこの場所で供養してあげた方がいいんだけどね。場所が不明らしいわ。場所がか。こういう場所たくさんあるもんな。この前恐竜の骨が発見されたのもこんな場所だったんだぜ。恐竜。ちょっとマリサ、そんな平和な話持ってきて、世界観を壊さないでね。はい。次はこの写真よ。これは仕事終わりに付き合っていた女性を公園で写したものらしいの。ああ、仕事お疲れ様ってやっと会えたねってか。熱々だなおい。なんで飲んでみたいなノリなの？ちょっと冷静にならないとこの写真にあるものに気づけないわよ。私は冷静なんだぜ。しかし公園といっても、背景が少し怖いよな。薄暗いというか、気も鬱蒼としてるんだぜ。そうね。背景の木は気になるところよね。でももっと近くに来てしまってるわ。来てしまってるだって？もうすぐに後ろ。あれ？なんか女性の左に何か影のようなものがあるよな。そうなの。そこを拡大してみるわ。う？肩あたりに顔のようなものがあるではないか。なんか子供のようにも見えるよな。小さな男の子。そうなの。女性に口を当ててるような顔があるわ。これを見た専門家はもしかしたらこの場所が、丸太を埋められている場所ではないかと言ったの。この公園でか？公園でそんなことって起きるのか。実は結構あるの。公園で丸太を埋めた事件は最近も起きたばかりよ。本当なんだぜ。そうか。じゃあこの子の丸太もまだどこかに。専門家にそう言われた投稿者たちは、この写真を持って警察に行ったらしいの。ほうほう、この写真を証拠として持っていたわけか。警察の反応はどうだったんだ？話は聞いてくれたけど、捜索は未だに行われていないそうよ。だろうな。この霊がどこかに埋まったままなんですって言われて、よし探せいってならないだろうと思ったぜ。じゃあこの子は誰かに発見されるまで、ずっとこのままだってのか。なんともなんだぜ。次はこの写真よ。ある高校の卓球部で集合写真を撮った時のものらしいの。ああ部活の写真な。ラケット持ってる生徒がいるから練習途中だったのかもな。そうね。それでこの中に嘘でしょ？っ
って思いたくなるおかしなものが映ってしまってるわ。嘘でしょ、だってそんなわかりやすい箇所なのか。どこだろう。窓が開いているところが気になるが。窓は関係ないわ。これは前列一番右側に座ってる生徒に注目してほしいの。一番右側。あれ？なんかこの生徒体の一部が変色して青くなってしまってるんだが。そうなの。そこを拡大してみるわ。うわわ、嘘だろこれ。体の半分が異廃ですかってくらい色がなくなってるんだが。そうね。これに関しては、この時に近くにいた霊がたまたま彼にくっついたことによる現象らしいの。たまたまくっついたのか。なんでまた彼に。右半身に危険が迫ってるってことか？いえ、これによる影響は彼にはないそうよ。ただ彼の体にくっついて何かをしようとしたのではということね。彼の体にくっついて何かをって？それは女性の霊じゃないか？なんでそう思うの？だってそうだろ。女性が彼とくっついて、あれしたりあれしたりあれ。おバカ、やめなさい。子供も見てるかもしれないのよ。あーすまんぜ。つい怖いから話そらしたくなるんだぜ。まあ大丈夫よ。このチャンネルの視聴者の年齢層は高めなの。ええ、こんなに年齢層高い人が見てくれてるんだな。なんかさっきの下ネタ逆に恥ずかしくなってきたんだぜ。そうよ。日本を動かしている方々がご覧なのよ。気を抜かないでよね。はい。次は恐怖映像よ。これはハンガリーの教会で行われた結婚式の際に撮影されたものらしいわ。ああ結婚式か。たくさんの人がいるから、なんだろうと思ったぜ。そうなの。お祝いの日に撮ったものを見返していたらありえないものが映り込んでいたというの。そうなのか。あれ？これはもしかして分かってしまったかもしれないんだぜ。早いわね。どこ？この右下の子供が口を大きく開いてるの、おかしくないか？だって誰も話してないよな。違うわ。その子はめちゃめちゃ寝てるの。口を開けたままにしてしまうほどにね。そっそうか。じゃあいいが、一体何が映ってるんだろうな。では早速流すわ。どう何が映ってたかわかった？全体的に結婚式というにはちょっと暗い雰囲気なのは気になるが。まあ宗教的な儀式の意味合いの強いところなのかもね。じゃなくて気づいたでしょ？後ろの席の。後ろ。やはりあのぼんやりとした影は人ではなかったか。そうなの。これは列席の人が中心で撮られているから、本当にその姿は片隅なんだけど、これも海外で本物ではないかと言われているカメラに映ってしまったものね。そう言われると恐ろしい気がしてきたんだぜ。確かに違和感がなかったというか、自然にそこにいる感じだったしな。リアルといえばリアルさは半端なかったんだぜ。そうなの。ではもう一度だけそこを見てみるわ。うわわ、女性の影が完全に透き通って映っていたんだぜ。これは一体、ちょっと詳細に関してはわからないんだけど、霊の姿を捉えた貴重なフィルムね。貴重なフィルムって、そんな恐竜の化石みたいに扱うなだぜ。考古学の学者か。いやそうは言ってないわ。恐竜また出してきて。本当に雰囲気壊すからやめてね。最後はこの写真よ。これは投稿者が以前不倫関係にあった男性と撮ったものらしいの。不倫だって。それは随分大胆だな。この女性が投稿者ということはこの男性が既婚者だったわけか。そのようね。それで本来こんな写真は人に見せるようなものではないんだけど、どうしても気になるものが映ってて、投稿したわけね。気になるものがか。もしかしてなんだが、この女性の左上にある影のようなものだろうか？そうなの。そこを拡大してみるわ。なんか睨んでいる男性の顔に見えるよな。どちらかというと男性の方を睨んでいる気がするのだが、そうなの。これは専門家によれば、男性側の守護霊らしいわ。男性の守護霊。守護するはずの霊がなんでこんな険しい顔になっているんだろう。それはやはり写真を一緒に撮ったこの女性との関係をよく思ってないんでしょうね。なるほどな。それでこんな恐ろしい表情なのか。ちょっとこの二人もやめておいた方が良くないか？
実は投稿者によればこのゴマもなくして、二人は別れたそうよ。それも周囲に迷惑をかける最悪の形だったというの。やはりそうか。まあそんな関係は長くは続かないんだぜ。それにしても周囲に迷惑のかかる最悪の形ってなんだろうか。男性の奥さんから慰謝料を請求されたってのが、よくありそうな最悪パターンだがな。まあそこはいいじゃない。昼のワイドショーが食いつきそうな内容はこのチャンネルでは取り上げないの。マリサをもっと震え上がらせるようなものじゃないとやりがいはないわ。おいおいなんだって私を怖がらせて楽しんでるんだぜ。もうやめてくれー。マリサが叫んだところで今日はここまでよ。あるのか、ないのか。視聴者は見つけたのコーナーよ。あるんだな。今日は、人知を超えた怖すぎる心霊写真11選第6幕の友人宅からよ。ああったな。確かこの窓の左上にこちらを覗いているような顔があったやつなんだぜ。そうなの。この写真にこんなコメントが書き込まれていたわ。なんだって、男性のそばに顔、目、う？確かに腕組みしている男性の右腰あたりに何やら顔のような影があるんだぜ。そうなの。そこを拡大してみるわ。なんだこれは。思い切り顔じゃないか。しかも目がたくさん。そうね。コメントにもあるように複数の顔が混在している状態だと思われるわ。混在ってなんてことだ。さらにこのコメントには、窓の右隅にお坊さんの顔とあるの。お坊さん。まさかこの白い部分だろうか。伝統の先かと思っていたんだぜ。少し拡大してみるわ。結構顔だなこれは。坊主頭の人の顔のようなんだぜ。解説にもあった通りこの近くの川で以前洪水が起きて、たくさんの人が流された場所なの。専門家も他にも霊がいる場所と言っていた岩くつきの場所だったわけね。それでこんなにたくさんの霊が映り込んでしまったわけか。もうどんだけ危ない場所なんだぜ。川で流された人の無念さが未だに溢れているというわけね。いやもうこんなたくさんの霊に囲まれてる場所なんて嫌なんだぜ。今日はどうだったマリサ？いや、最初あたりでダミーがあったから、油断していたんだが、後半思い切りまくられたんだぜ。いいリアクションね。次回も怖さ 1.5 倍でお送りするわ。いや、ラーメンじゃないんだからな。手加減を忘れないでくれだぜ。それでは次回もまた、ゆっくりしていってね。